いや、秘訣っていうか、それは私にとっての自然なんですよ。鼻歌を歌うようなもんですよ。自分のために書くというそういう書き方をしてきてるもんですから、面白いことを書いたとしても読者のために面白く書こうっていうんじゃなくて、自分が面白いからそれを表現したいという、そういう欲求だけで書いてる人間ですから、全て自分のためにやったことで、別に世のため人のために力を尽くしたわけでもありませんのに、そういうことでご褒美をいただくっていうのは、なんとなしにこうじくじたるものがございまして、これはちょっとどうなのかな、こんなことでよろしいのかしらという、そういう思いがとてもありました。昔大工さんがね、柱をこうカンナで削りながらね、なんかいわゆる流行歌というか、そういうものを歌いながらこう削ってる、あれなんで歌うんだろうと私子供の時よく思ってましたけどね、やっぱりあれはそういう気分なんですね。だから私も気分で書いてるんですだからこんなこと書いちゃいけないんじゃないかとか、これを書いて人の役に立とうとか、人の心を鼓舞しようとか、そんなことじゃないんです。鼻歌歌うように書いてるああだからそれほど書くことが苦しいわけじゃなくて、苦しくても 2,3 日我慢してればおのずから出てくるという、そういう書き方をしてますんでね、そんな立派な作家じゃないですから